はい、皆さんこんにちは。ネクストビートケントです。今日もよろしくお願いいたします。ということでですね、前回ストレッチの話をですねさせていただいたんですけれども、そこで非常にリクエストの多かった筋膜リリースについて今回お話ができればいいかなというふうに思います。で、皆さん筋膜リリースってやられてる方結構いるんじゃないかなと思うんですけれども、実際どういった効果があって、どういうやり方で、果たしてそれが本当に効いてるのかどうかって多分疑問に感じてると言いますか、ある種懐疑的な方っているんじゃないのかなと思うんですよね。なのでですね、結構今回は僕なりに筋膜リリースってどうなのっていうところを深掘りしてお話ができればいいかなというふうに思います。ぜひ興味ある方最後までお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、で早速ねお話をしていこうと思うんですけれども、今日はですね筋膜リリースの話をしていくにあたって大きく4つのトピックに分けてお話ができればいいかなと思います。で、1つ目のトピックっていうのは、そもそも筋膜リリースって何なのっていうところで、2つ目が筋膜リリースを話すにあたって筋膜の役割も知っておかなきゃいけないよねっていうところですね。で、3つ目が筋膜リリースのメリット、で最後に一般的なフォームローラーで行う筋膜リリース、果たして効果があるのっていうところ、この4つに分けて今回お話ができればいいかなと思います。長くなってしまうかもしれませんが、ぜひお付き合いいただけたらと思います。では行ってみましょう。はい、まず筋膜リリースっていうのは、おそらく皆さんが想像されているようなものと一緒だと思うんですけれども、癒着だったりだとか萎縮縮こまってしまっている筋肉を引き伸ばしたり引き剥がしたりすることによって、元の状態といいますか、本来あるべき正常な状態に戻すことを主に筋膜リリースというふうに言うことが多いと思います。はい、でですね、次に筋膜の役割についてね、簡単にお話ができればなと思うんですけれども、そもそも、皆さんがご想像されているような筋膜って、おそらく外側の筋膜だと思うんですけれども、筋膜の種類にはですね、大きく分けて3つあります。これは写真見ていただくと分かりやすいかなと思うんですけれども、一番内側の筋繊維の周りを包んでいるもの、これが筋内膜というものです。で、それがいくつか束になったものを包んでいるのが筋周膜、さらにその外側が筋外膜というような筋膜で、合計3種類の筋膜が存在しております。で、それぞれその3種類の筋膜っていうのは役割が若干異なるところはあるんですが、大体の役割っていうのは共通しているので、そこについてお話をしていきます。で、この筋膜の役割っていうのは大きく3つありまして、まず1つ目が一つ一つの筋組織を包み込んであげて、組織と組織を結びつけることによって筋肉を構成するっていうところがまず1つ目です。2つ目がですね、筋膜で組織を覆ってあげることによって、筋繊維同士だったり筋肉の組織同士が摩擦して擦れたりして、炎症を起こすことを防ぐっていうところですね。で、3つ目が筋繊維の動きを支えて、筋力だったり力の伝達を行うっていうところ、この3つはですね、主に筋膜の働きになると思っていただけたらと思います。この筋膜のね、大きい特徴が一つあって、それは筋膜の 85% が水分でできているっていうところなんですよね。例えば摂取する水分量が少なくなってきてしまったりだとか、あとは炎天下のところで運動していて水分不足になってくると、この筋膜中の水分量が減ってきてしまって、筋肉同士が縮こまってしまうといいますか、癒着が始まって筋肉の動きだったり可動域っていうのが落ちてきてしまうっていうことが一つあります。で、この筋膜リリースの大きいメリットですね、これはもう僕は一つかなと思っていて、筋膜リリースを行うことによって今までよりも筋肉の柔軟性っていうのを増してあげて、関節可動域を広げてあげる、それによってトレーニングのパフォーマンスを上げたりだとか、あとはですね、主にスポーツの前とかにこういったものを取り入れられる方が多いかと思うんですけれども、そういった方に関しては怪我の予防だったりだとかっていうところも大きな取り入れる理由の一つではないのかなというふうに思うんですね。もちろん筋トレのパフォーマンスを上げるっていうところだけにフォーカスすると、以前のストレッチの動画でもお話しした通り、可動域を上げすぎてしまったり、こう筋肉を柔らかくしすぎてしまうのも実際出力が低下する一つの要因になってしまうので、それがベストとも言い切れないんですが、まあ、こういったメリットがあるのかなと思います。よくですね、筋膜リリースを行うと筋肉の代謝が上がってダイエットになるとか、あとはですね、筋膜リリースを行うことで筋肉の疲労が回復しやすいとか言われる方だったり、そういったことが書かれている本って結構あると思うんですけど、まあ、僕はですね、個人的には本当懐疑的で、いわゆるフォームローラーを使って行う筋膜リリースだったりだとか、あとはですね、ナイフを使って行う筋膜リリースだとかってあると思うんですけれども、あれで筋肉を刺激して上がる代謝って本当にごくわずかなんですよね。実際代謝は上がるんですが、
それが直接ダイエットに結びつくかというと、それだけやっててもあまり効果ないんじゃないのかなっていうのは僕の個人的な意見ですね。で、疲労回復のスピードが早まって、体にとってプラスの影響があるっていうところに対して僕がすごい懐疑的な理由は後ほどお話をしたいと思います。一番重要なのがですね、先ほども言った筋肉を柔らかくして可動域、関節可動域を上げるっていうメリットが一つありますと。で、それが怪我の予防にもなりますという話をしたんですが、この筋膜リリースのメリットがあるっていうことと、一般的なフォームローラーを使ってやるセルフ筋膜リリースで、果たして筋膜リリースが本当にできるのかっていうのはまた別問題なんですよね。ここが結構重要なところです。でですね、最後に一般的なフォームローラーを使って行う筋膜リリースで、果たして効果があるのかどうなのか、あるならばどういう理屈であるのか、ないならばどういう理屈でないのかっていうお話をしていこうと思います。今の現状で考えると、いわゆる一般的な筋膜リリースっていうのが物理的に効果がないよっていう科学的な証明の方が実は多いんですよね。僕が参考にした論文はいくつか添付しておきますので、興味がある方はぜひそちらを見ていただきたいんですが、で、その理由についてお話をしていくんですけれども、いわゆる筋膜リリースが、体にとってポジティブな影響を及ぼす理由って2つあって、1つ目が力学的な影響、もう1つが神経生理学的な影響なんですね。で、大体どの方がおっしゃってる、説明を見ても、この2つがあるから、体にとってポジティブな影響を及ぼすよっていうふうにご説明があるんですけれども、ご説明がなされてるんですけれども、まず力学的影響の中で一番多いところって水和作用と呼ばれるもので、これ一体どういうものかというとですね、これ筋膜がスポンジだと、ちょっと想像していただいて考えていただきたいんですが、先ほども言いました通り、この筋膜っていうのは水分が 85% なので、多くの水分があることで初めて円滑に動くんですね。なので、この筋膜リリース、要するにフォームローラーによる圧迫する刺激を与えてあげることによって、一度こうスポンジを絞って、で絞った状態で離すと、まあ水を吸うじゃないですか。そう。で、筋膜自体は顕微鏡とかで見ると網目状になっているので、それがギュッて縮めた状態で開くことによって、血液だったり、間質液が一気にそこに流れ込んで、筋膜の可動域がスムーズになるっていうことが一つあります。で、筋膜の可動域が増えれば、もちろん関節の可動域だったり、柔軟性っていうのも上がりますので、それが結果として、体に対してポジティブな影響を与えるっていう人が多いんですが、まずですね、先ほどもお話しした通り、筋膜には3パターンありますと。筋内膜、筋周膜、筋外膜、この3つがありまして、見てわかる通り、筋外膜に対しては圧力が入りやすいんですね。一番外側なので、例えばフォームローラーだったり、ストレッチポールを当てれば、すぐ圧力がかかりやすいんですが、一方で筋肉の一番内側、筋内膜に関しては、なかなか直接圧力がかかりにくいっていうふうに言われてます。で、具体的にそこに対して圧力をかけるには、どれぐらいの重量といいますか、重たい圧が必要なのかというとですね、この一番内側の筋内膜を 1% 圧縮させるためには約900キロの力が必要っていうふうに、とある論文では書かれているんですね。900キロっていうと、大体自分でストレッチポールに乗ってこう、ふくらはぎだったりとか大臀筋とかをほぐす場合、おそらくかかって3分の2、体重の3分の2ぐらいだと思いますので、なかなか難しい、というか、ほぼ無理というようなイメージなんですよね。なので、硬くなった筋膜を筋膜リリースをしようとして、一般的なフォームローラーで圧迫したとしても、筋内膜、筋周膜にはなかなか圧が届きづらいと。要するに筋膜リリースっていうこと自体が行われにくいっていう風なイメージです。おそらく皆さん筋膜リリースやられた方は、いや、普通に気持ちよかったよとか、やって少し体楽になったよとかって思われる方がいらっしゃるんですけれども、これはですね、おそらく筋内膜に対する刺激によって感じたもので、感覚受容器っていうのも筋外膜付近についているというか、内側、もちろん内側の筋膜にもついてるんですが、外側の筋外膜にもたくさん感覚受容器がついてるので、そこで気持ちいいだったり、使ってる筋肉がほぐれたっていうのを判断して、なんていうんですかね、気持ち的に楽にはなってるんですが、実際筋内膜と筋周膜に対しては圧がかかりにくいといった事実があります。次に神経生理学的な影響についてお話をしていきたいんですけれども、これまたどういうことかというとですね、例えば皆さんが長座体前屈をした時に、おそらくハムだったりとかふくらはぎが痛くなって、これ以上前に伸ばせないよっていうところが来ると思うんですよね。で、それは実際に筋肉が引き伸ばされてこれ以上伸びないっていう場合と、もしくは伸ばすことによって痛みが襲ってきて、これ以上伸ばすと痛いから伸ばせない。っていう状態。これなんで痛みを感じるかっていうと、あらゆる筋膜上に存在している固有感覚受容器というところがありまして、そこが痛みをキャッチすると脳に信号を送って、で、脳に信号が到達するとブレーキをかけるっていう仕組みなんですよね。脳から活動電源を送ってブレーキをかけるっていう仕組みです。
なので必ずしも筋肉が伸びきっていてこれ以上伸びないっていうことでもなかったりします。体が筋肉をこれ以上伸ばしてしまうと何かしらの怪我だったりっていうのをこう危惧してブレーキをかけるっていう意味で、まあ、こういったこういう感覚受容器というセンサーがついているんですね。でこの感受性は結構人によって異なるので一概には言えないんですが、一般的に筋膜リリースによって圧迫してかつこのこういう感覚受容器の感受性を下げるためにはですね、一般的にはこういった固有感覚受容器をフォームローラーによる圧迫、いわゆる筋膜リリースで刺激しようとするとですね、名前、例えばパチン小体とかルフィニン週末とか、あとは自由神経週末とかがこの固有感覚受容器に当てはまるところなんですが、最低でも90秒以上の持続的な伸長刺激が必要になります。なので30秒とか1分でストレッチポールでいわゆる筋膜リリースをされている方をよくお見かけするんですが、なかなか短期間の伸長刺激ではこういった固有感覚受容器の感受性が落ちないっていうふうに言われているので、神経生理学的な面から見てもこういった効果を得るためには最低でも90秒とか2分以上を同じところを圧迫しかつ伸長した刺激を与え続けなきゃいけないっていうところなんですよね。この2点、物理的な影響とそれから神経生理学的な影響で考えても、なかなか狙った効果をピンポイントで得るっていうのはかなり難しいんじゃないかなというふうに思います。で実際僕も結構たくさんのですね文献だったりとか論文読んだんですけれども、7割8割ぐらいの論文っていうのはこの筋膜リリースに対してちょっと懐疑的な目線っていうのが非常に多かったです。中には科学的な根拠は一切ない、全く効果がないっていったものもたくさんありました。で実際僕も通常のストレッチっていうのは前回の動画でお話しした理由でたまに取り入れることはありますが、筋膜リリースについてはあまり取り入れることはない、取り入れることはないですね。ただスポーツをやられている方で瞬発的なパフォーマンスを必要とされる方だったり長距離マラソンだったりっていう方の事前の怪我の予防としては一つやっても一つチョイスとしてはあってもいいのかなと思いますので、これはケースバイケースというか、場所に応じて、かつちゃんとしたやり方をご自身で理解された上でやっていただく面には全然いいんじゃないのかなというふうに思います。あくまで今回僕の考え方ということでお話をさせていただきました。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。こういう動画が面白かったり、いいねと思ったらグッドボタン、それかチャンネル登録をぜひお願いいたします。インスタグラム、オフィシャルウェブ、ノート、オンラインサロンなどのソーシャルメディアもやっております。エンドロール概要欄からぜひチェックをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Them are looking straight at me. The look on your face, what does it mean? Giving you a taxi, flabby master backseat turns in so classy. I always remember time round November. Never be adverse, but you took the ladder. Sure was to play in the right game, then I was lame. All of the sudden.